really? Really? Oh, really? Oh, really? Hey guys! ということで今回は really、リアリーですね。really。これに関して皆さん発音できますかっていうね。もう多分英会話やってる人、英語話したい、英語喋りたいっていう人、絶対この壁あるでしょ。僕もそうですけど、僕の弟英語ペラペラなんですけど、僕の弟も苦戦してたし、僕が知ってる日本人、英語喋りたい、英語喋ってますもそうだし、海外にいます、英会話やってます、みんな揃ってこれ苦戦する。 Really、 うん、もう今回はね、この Really を発音するっていうためだけにこの動画を作るんで、あ、もうね、 Really をかっこよく発音したいっていう人はぜひ僕の動画をね、最後まで見てください。いいですか、もう Really、もしあなたが really こんな発音ができたらね、多分周りの人に、おいおい、なんだあいつ、なんすごい発音綺麗じゃないか、お前この野郎、なんだお前ってね、こんな感じでね、なんかすごい尊敬というか、こうリスペクトされると思うのでね、あいつすごいなって思われると思うんで、もうね、かっこつけるために really ね、ぜひここで覚えていってください。まず肝心な R の発音から見ていきましょう。 R の発音ね、これは R 大きく分けて2種類あります。知ってましたか？2種類あるんですよ。で、今回は子音の R っていうのがあるんですけど、母音と子音に分かれてます。今回はこの子音の R を使って Really を見ていくんですが、まずこの R、 子音の R に関しては RRR、 こういう発音ですね。 RRR、 これが R の発音です。この発音の仕方をちょっと見ていきましょう。まず皆さんが思う舌をどこにもつけない、舌を丸めるとかっていうのもあると思うんですけど、一回それ全部忘れて僕が言うことを一個一個やっていってください。まず顎を下げます。顎を下げるっていう時にイメージしてほしいのは、口を開けるあーではなくて、この顎を下げるので、こんなイメージ、顎をただ下げる、口を開けると顎を下げるは別なので、こう顎を下げます。顎を下げる、なんでこうするかっていうと、口の中にスペースが必要なんですよ。 R で、まずスペースを作ります。で、その後に舌を上げます。上げるっていうのは、これはね、どこにもついていない状態を作る。下顎、上顎、どっちにもついていない状態を作ります。これが多分みんなが知ってる R に近い音になってくると思います。もう若干音違います。ちょっと違いますよね。顎を下げて、舌を上げて、どこにも上顎、下顎にもついていない状態にする。で、ここで皆さんがよく聞く、舌を丸めるっていう表現あると思うんですけど、実際に舌って丸まんないんですよ。本当にこんぐらいなの。丸まるっていうか曲がるぐらい。ちょっと持ち上げるぐらいなんですよね。だから、この丸めるっていうよりかはちょっと上げるイメージ。かんが。あ。この音。で、この舌を上げる時のイメージとしては、ちょっとね、舌をね、奥に下げていくんですよ。この後ろの骨あるでしょ、首の骨、首の骨の方にこう引っ張っていくようなイメージ、こう下げていく、こう斜め下に舌を下げていく。そうするとちょっと、この顎の動き見てね、こういう風に下げるっていうよりかは、ちょっと後ろに引くようなイメージ、引きすぎてみたいな感じにはならないように、もう普通に下げて、ちょっとイメージとして後ろに引っ張る感じ。この時点で多分 R っぽい音できてきてる方多いと思います。イメージとしてはディズニーのスティッチいますよね。で、この声、こんな感じの喋り方しますよね。ボボ、見て見て、2人の友情が僕もう悪かじゃない、ごめん。で、舌下げて、その舌を浮かせて、ちょっと曲げる。で、後ろに引っ張るイメージ。これですね。で、この状態。で、この時に、こう、唇を開かない。あーみたいな。唇はもう、緩く。もう、口からがあんまり入っていない状態。で、まず、ここまでできたら、口をちょっと閉じます。こんな感じ、うーみたいな、うー、あい、うーの、うーの形、うー、または W の発音知ってる人は、うーって口をつぼむのを知ってると思うんですけど、この動きですね。で、さっきの全部のパターンをやって、顎を下げて、舌を上げて、ちょっと曲げつつ後ろに引く、この状態から、ラリルレロのラをイメージするんですが、ラ、このラっていう時に、どこにもこう戻すんですよ、舌を。戻す時にどこにも上顎、下顎にもつかない。ラ、ラ、ラ。強いてつくとしたら、この上の歯の
内側の側面に舌がついてしまう人は OK。 これはね、人の骨格様々あるんですけど、僕はつく人、つかない人もいると思うんですが、ついてしまっても OK。 歯は上の歯の側面は OK で、ラッラッラッ、この発音、これができるとね、あの R に関してはね、すごいね、他のにも使えるから、ちょっとここまで頑張って練習してみてください。ラッラッラッ、自分の、僕が喋ってる音と自分の聞いてる音っていうのをちょっと聞き比べて、ラッラッ、響きを感じてみてください。で、 R の発音これですね、ラッラッ。で、これができたら次、エアエア、really、 REA ですよね。この EA の部分が air、 air、 air って音になります。 え、 え、あ、あ、え、え、あ、あ、 air、 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 こういう音なので、 ra、 ra、 さっきの R をつなげて rare、 rare、 ここであの rare みたいな音になるんですが、必ず舌をつけずに発音するので rare にはならないです。 rare、Rare、で、さっきも言ったうーから始めるとより綺麗な発音になります。 Re、Re、Rare、Rare、Rare、 いいですか、ここまで OK。 じゃあ次、 L の発音入ってきます。ダブル L、 L2 つありますよね。ここに Y が入って Lee、 Lee って発音になるんですが、 L 結構みんなね、妥協しがち、みんなスルーしがちだから、 L すごい大事なんですよ。 L がちゃんとできてないバージョンとできてるバージョンやりますね。できてるバージョン、really、really、really、これができているバージョン、できていないバージョン、really、really、こんな感じ。なんかラリルレロの感じで L やっちゃってる人、これ全然違いますから、ラリルレロで L OK って思ってる人、これ卒業してください。いいですか。で、今回は、まあ、L の発音もやるんですけど、 L はね、この前歯と上顎の歯茎の間と、結構歯が、前歯があって上顎があって、この歯茎の間に舌をこう押し上げるイメージ、こうグイーッと押し上げる、これが L です。OK かな。で、そこから Y のところは E、E、E って音になるんで、 Li、 この L から E に入って Li、Li、Li、 この L はね、もうポイントとしては必ず押し上げる、なのでちょっとねちっこい音になるんですよ。リー、リー、リーってこう弾いた音ではなくて、リー、リー、ちょっとねちっこいっしょ。リー、リー。で、さっきの、レアとつなげて、リー、レアリー、レアリー。僕はよく自分が教えてる生徒さんに、この2つに分けて練習しようって伝えます。レアリー、レア、レア。まずここで発音して、その後に、リー、リー。こっちも練習する。で、それができるようになったら、徐々にくっつけていく。レアリー、レアリー、really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 、こんな感じ。これがまずパターン1なんだけど、で、パターン2に関しては、really、この2つに分ける。really、まあ、何かっていうと、rare の最後に L をもう1個つけちゃう。ダブル L になってるでしょ。ダブル L の中の1個をね、もう最初の rare につけて、real、real、なんかこう、real、real みたいな感じ。リアルっていう単語あるでしょ。あんなイメージで、real、real。で、そこから、お、で、L を下、くっついた状態から、リーに持っていって、really、really。これでも結構綺麗な発音になります。どっちかやりやすい方を選んでください。really、または really にするか、どっちか。こんな感じで皆さんイメージ湧いてきましたか？ really、really。いいですか？多分この発音がすぐできなくてもいいんですよ。ただ今回は、really の感覚をつかんでしまえば、あとは皆さんが自身で、この2つをくっつけていけばいいだけなので、いいですか。まあそのステップは今回ちょっと置いておいて、最後一緒に、僕と一緒にですね、正しい発音を僕ゆっくりやるので、その僕の口元も見つつ一緒に発音していってください。何回も僕言うんで、何回も同じように発音してみてください。いきますよ。 Really、 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 Really、really。 じゃあ次、really、 二つに分けていきます。rarely、 rarely、 rarely、 こんな感じです。 OK ですか。じゃあ最後、もう一回ですね、ちょっと早めのスピードになりますが、5回発音するので、最後まで皆さん真似してください。いいですか。 really、 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 really、
はい、ということで今回 really の発音やってきました。皆さんコツつかめましたか？で、今回は完璧に発音できなくてもいいと思います。 really、 これに関して really ってさっきの2つをまず発音できていて、それをくっつけて自分でね練習していって最後発音できるようになる、これでもいいと思います。ただ皆さんにおすすめなのは、もしこの動画を見て、あ、この人の発音の教え方面白いな、分かりやすいなって思ったら、ぜひ僕の公式 LINE 登録してみてください。で、今ならねワンポイントレッスンといって、実際にビデオ通話を通じてですね、1時間から2時間もかけてね実際にレッスンを無料で今行っているので、実際そこでね発音のコツを聞いてみてください。フェイス2フェイスであなたの苦手な部分、得意な部分、僕なりに見極めてフィードバックもできるので、ぜひお話ししに来てください。そしてこの really に関しては、僕の生徒さん、教えている生徒さん、100発100中で皆さん発音できるようになってます。はい、誰もができるようになってます。中にはもう超発音が苦手で、もう全部片言英語だった人が普通に今 really って発音できたりしてるので、もう僕に任せてもらえれば必ずね発音なんかだったらもう簡単にレクチャーするんで、ぜひ信じてね僕にコンタクト取ってきてください。で、今回も必ずアウトプットたくさんしてくださいね。インプット、この動画を見るだけじゃ必ず成果が出るってことはないです。皆さんがこの動画を見て自分でインプローブ、実際に自分の中に落とし込んで、それをアウトプットしていって初めて自分のものになっていくので、必ずアウトプットたくさんしてください。そしてもし発音、この really が綺麗にできたよって思ったらね、僕にね教えてください。メッセージ、ダイレクトメッセージでも何でもいいです。コメントでも教えてください。楽しみにしてます。はい、ということで今回の動画もいいねと思ったら LIKE ボタンバチッとお願いします。そしてコメントも随時お待ちしております。チャンネル登録がまだの人、今すぐに登録お願いします。ベルボタンを押していただくと、僕が動画をアップロードした瞬間に通知がいくので、ぜひ押しておいてください。そして最後に公式 LINE について、まだ登録していない方、初めて知ったよっていう方、今すぐに登録することをお勧めします。そこではたくさんの特典動画や、実際に僕が生徒さんに教えているレッスンのトライアルなんかも無料で配布しています。そして何より、登録者限定で僕が実際にビデオ通話を通して1時間以上じっくりかけて無料のねレッスンも行っているので、そこで英語でわからないことや勉強法、海外について、留学がしたい、海外に移住したい、何でもいいです。何でも質問受け付けます。今まで悩んできた、伸び悩んできた、もう英語を諦めようかな、そんな人、ぜひ僕のレッスン無料なのでね、1時間2時間でいいです。お時間だけ僕に投資してください。お金は一切取りませんので、そこでしっかりね自分が英会話ともう一度向き合えるきっかけを作ってもらえればなと思います。実際に受講された生徒さんたちのポジティブな意見もたくさんいただいております。もう絶対に後悔はさせません。今すぐに公式 LINE 登録してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。